はい、皆さん何かできておりますか。今回は車購入した後絶対ついて回るメンテナンスについてです。車のメンテナンスの中でも頻繁に耳にするエンジン、オイル交換。今回はオイル交換がなぜ必要なのか、交換時期や費用について見ていきます。エンジンオイルってなんだ？交換しないとどうなるの？そもそもエンジンオイルって具体的に何なのかってことです。エンジンがかかると中のピストンがこう動いて、まあ、ここら辺にエンジンオイルが、まあ、あるんですね。で、まあ、金属が動いてね、擦れ合うんで、まあ、擦れた時の摩擦熱が起きないようにオイルで滑りを良くしてるんですね。エンジンオイルを長い間変えなくても、まあそのね、オイル自体がなくなることはないんですけど、あのドロドロっとしたヘドロ状態になります。エンジン内のこのオイルが通るね、通り道が詰まってしまいますね。まあ例えて言うなら脳梗塞を想像していただければ分かりやすいですかね。あのドロドロの血液が詰まって、まあ大変っていう感じです。エンジンが焼き付いたらエンジン交換です。まあだいたい60万ぐらいかかるんですかね。ちょっとだいたいの数字ですけど、まあ新車買うよりは安いんですけどね。またエンジン交換をしないと、まあ、燃費にも影響が出ると言われてますね。オイルフィルターって変えないとどうなるの？オイルフィルターは要は循環しているオイルをろ過する役割を持っています。ろ過していらんもん取ってきれいにして、でまたエンジン内をオイルがこう回っていくんですね。このフィルター、これを長期間変えないでいると、まあ、当然ろ過しなくなってきて、汚いオイルがぐるぐる回るだけになってしまいます。これではね、エンジンに傷が入る可能性が出てきてしまうんですね。交換時期はいつ？これは車の種類によって違ってきます。エンジンオイルはガソリン車、ディーゼル車、ロータリー車は5000キロごと、もしくは6ヶ月に1回。ターボ車は3000キロ。もしくは6ヶ月に1回が目安となります。オイルフィルターはガソリン車、ターボ車、ロータリー車で1万5000キロごと、もしくは1年ごと。ディーゼル車は1万キロごと、もしくはこれも一緒ですね、1年に1回。一般的にはオイル交換も2回したら1回はフィルター交換する感じですかね。まあ、私もそうしてます。最後に気になる費用について。費用はどれくらいかかるのか。エンジンオイルはまあ安いのでオイルがだいたい3000円で、工賃が1000円ぐらいで合計4000円ぐらいですね。高いのは、まあ、ちょっと値段が調べきれなかったんですけど、まあ、さっき言った安い分の、まあ、大体倍ぐらいのお値段、多分。で、高いオイルには、この、まあね、エンジン内の熱に強くするためと、油膜を強くするために、まあ、様々な添加剤が入っているのが特徴になります。エンジンオイル、お値段高い方が、まあ、エンジンに優しいのはもちろんのことなんですけど、だからといって交換頻度は変わりません。もしディーラーでオイル交換すると、まあ、特にね、希望を言わなければ高くない方のオイルで交換してくれます。これ、まあ、高くないと言ってもグレードとしては、まあ、決して低くない高基準の純正オイルで交換してくれます。はい、というわけで、正しい頻度のオイル交換はエンジン性能を保つためにとっても大事なことです。
まあね、最近の車だとこのモニターの画面なんかで交換時期をお知らせしてくれるんで、まあ、うっかりわー忘れとったわーっていうのも少なくなるかもしれませんね。このメンテナンス動画なんですけど、まあ、メンテはねエンジンオイルだけじゃないんで、この後も続編も作っていこうと思います。まあ、とりあえず次はバッテリー編をやりたいと思います。では皆様ごきげんよう。